はい、じゃあゲームイズおにゃんこです。はい、皆さんこんにちはです。というわけで、日曜日ではありますけれども、今日からね、おにゃんこポンが劇中震災できそうになりますので、早速今ロール500個使っていこうかなと思います。まあ、これできなかったらもうちょっと来月でいいかなっていう感じは最初しております。で、あとまほろが1体しか持ってないから、まあ、この機会にちょっと欲しいなっていう。少ないね。少ない。減ったね。減ったね。本当減ったね。本当に減った。すごい圧倒的。ラプラス引ければ全クリ感。このラプラス引いたら全クリ感すごいな。もしかしたらね、イグノーでエンマ刺される可能性もなきにしてもらうんだけど。ああ、はい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 。一応あれ刺さりましたからね。秋に刺さりましたからね。フライもうにゃんこだね。いや、まあ卒業早くなってくるのかね、やっぱアタック上げられないようにね。まあ実装スピードも速いから、そういう分ね。夜中のアベルなんかめっちゃ持ってたからさ、いつも通り残ってくるさ、多分アベル連続になってたんですよね、本来であれば。うん、そうね。1年後、何年後とかにこの回転が速くなったら本当にそうですね。もう限定が伸びなくなっちゃいますよね。本当に伸びない、マジで。今年で X 卒業とかワンチャンあるってことでしょ。だってそう考えるとそうだよね。卒業あるかありえるじゃん。だからそれぐらいのペースで卒業してるから、あいつバー久しぶりに見たらバーいやーこうバーと相変わらずかっこいいですね。かっこいい。圧倒的小町感。あとコクスティア。ああ、コクスティアね。逆にコクスティアが2歳来たんですけどね、あれに関しては。いや、コクスティア自由な感じだな。新カード、ほんとこんなんだったけど、かっこいい。めっちゃかっこいい。全部いいんですよね。なんか次の豪絶が闇だったらそそられますけどね。そうなんだよね。次の豪絶控えだからあんまそそられないんだよね。俺だってマホロも持ってないですよ。あ、そうだよね。そう、マホロも持ってなくて2体ストックしてるのに引く気にならないもん。直近で確かにね、シングラッシュは勝っちゃったら、まあとりあえずいいよね。マホロはしばらくないからすごいからね、それのせいで。あいつが天井な感じあるからな、そこの格好で。天井しか使わないだろうし。お城シリーズ全部。ほう。うん。ニャンニャン。こっち欲しいよね。かっこいい。俺こっちのイラストマジ好き。超好きこのイラスト。マジシャーマンキングみたい。全然似てるやつは別にいないんだけど、すごいなんかオーバースカー感がすごくて、すっげえ好きこれ。なんかどのゲームにも定期的に前髪パッツンとかチビのいますね。多色でね。後ろの装飾とかも大体誰か持ってる。手とかさ、手になったりとかさ。はあ。マホロバ出ないと。マホロバもいらなくないですか。正直。まあね。正直。まあもうとりあえずいいよね。ブリギット。一瞬ノンナルマに見えんだよね。わかる。いつも。超夏です。めっちゃ似てそう。夏ガチャ似てもおかしくないですね。あ。演出来ねえな。来ないね。減りましたからね。減りましたからね、キャラが。いやー、なんかできるかなと思ったけど。珍しくないですか？ここ最近とかも初めてぐらいですよね。超久しぶりじゃない？こんなに重なってるの。いつもなんか低投資でバシッて決めてるじゃん、最近。だったら、なんかキャッチ持ってないの欲しいけど。ああ。ラックもなんかな、高いところ出てないし。あれですもんね。ハーレーとか結局まだ終わってないですもんね。見てないじゃない。ハーレー欲しいね。おお。なんか珍しい。ちょっと爆笑ごめん。こちらは。まあ本来とかして戻ってきた感が間違いないですけど。ヤマトヤマトで。ああ、スキッティ。うちの近くのスキッティ。ラスト頼んだよ、ナンコポン。インバージョンも出んのかな。ワンコポン。ワンコポンも出んのかな。あれだけど、おまんだっけ。名前、ディクションに書いてたんですよ。嘘、そうなの。そう。おにゃんまコポンみたいな、本当に。いや、本当にね。あ、笑い事じゃなくて、マジで完全にツイッターに上げてみたりなんか、マジでちょっとあれなんですけど、重心戦で出そうぜ。いや、重心戦だよ。そう、だからキャラの設定答えられない。みんなわかるけど、答えなんか嫌だから答えられないっていう新しいそのクイズのジャンルを作り出そう。わかります。はい。はい。全部はいかない。全部はいかないですね。仮に出なくても全部はいかないです。ちょっと引きます。ちょっと一番欲しいのはアズトース、はい、で2番目がニャンニャン、はい、あといらない。まあこれはいらないっすね。出なくても何一つしようがないんで、調子いいよ、調子いい、今んとこめっちゃ調子いいよ。まあ減っちゃったからな、劇中もな。これだったら本当はなんかベンツだったりアベルだったりね、なんかいろいろ欲しいのはいっぱいハーフライフとかなんだけど。これ2回目ですね。え？あ、え？全摘ロキおるやん。来た！おるやん。風来風来でもすごいね、今のでじゃあめっちゃ稼いだやん。いらないけどね。いらないけどね、別に風来一体で一体でいいね、終わってるし。まあでも複数いてね、困ることはないからね、いてもいいんですけど、じゃあ違うの来てよっていう。しかも今日ピックアップじゃないでしょ、風神雷神に関しては。言われてきたのすごくない？すごい。これまさのことなんだよな。何個までいくかな。せっかくいっぱい余ってるからな。これ何時余ったんだっけ。あれだ、あいつタッキーたちのグループ。おお、こっちか。あれか、獣耳少女。あ、そうそうそう、獣耳少女の時になんか1000個ぐらい入れて500個で立体してみるよね。こうね、これもあるかもしれんからね。そうなんですよね、早まってる。え、なんか王将君急に取っときたくなった。王将君、あいつ、あ、違う、あれですか。お、当てたい漢字のやつだよね。しばしょ。あ、しばしょ。あ、ベルゼルブ高いっすよ。おお、何スロットも音響になってる。出ないかな。欲しいな、普通に。あいつ欲しい。あいつ欲しい以上の感情が出てこないけど、あいつ欲しい。名前が欲しい。名前として欲しい。ふざけてますもんね。入りからふざけてますもんね。おお、なんかすげえ、なんか嫌な感じのとこが出ましたね。200個くらい取っておけばいいか。100個あればいいか。100連するか、じゃあ。100連して、100個は残って100連だよね、多分ね。で、2人で200個。そうだね。出た！おお、すごい並び。全回見えなく出んな。キャラが出てますね。全体的に楽観なみたいなのかな。スズランとあんな感じのめっちゃ出てる、出てる。めっちゃ爆しないもん。おっ、ワンちゃんはなんだっけ。え、なんで出んのこれ。あ、持ってた。なんて名前だっけ、この子。ペリカン。あ、ペリドットじゃない。なんだっけ。あ、ペリドットだ。あれ？あ、ペリドット持ってねえか。まあ、あの死人は確かに聞いた感じはしないのでしょうね。ペリドットなんか出た気がしたけど、見たいな。ヒロさんが使ったのかなんかね。うん、でもペリドットそうね。光からも。風出すぎでしょ。なんでこんな風神雷神が出るの。風神雷神3体目でしょ、これ。これ今日ピックアップしないよね。ピックアップなんじゃないなのかな、わかんない。自分も出たからな。そんな今回ピックアップなんか。あ、ピックアップだ。これ瞬きするんですよ。嘘。うん、瞬きするの。こっちしないわ。こっちまばたきするんですよ。ほら、本当だ、まばたきするんですよ。クソどうでもいい情報なんですけど、パズドラだ。パズドラなんですよ。パズドラなんですよ。意味わかんない。今日はじゃあわりかしいいね、ピックアップは。あ、そうっすね。入ってて。本当に気が少ないですからね。ラプラスが、空心大事なところがラプラスだったら、めっちゃ引いてる人多そうだけどね、初日ね。大体最終日が集めんだよね、ピックアップってね。めちゃくちゃ出てるけどな、ね、しかも限定もちゃんと出てるから、マハもあったし、風来も3体出てる。3体いらな。なんでニャンニャンだけじゃないんだ。おおお、熱いぞ。獣耳少女。これで獣耳のラック伸ばせ。伸ばせるようにしろ。ちょっとニャンクもんかと思ったけど。思った。ちょっと。ラスト10連。これ終わりだ。もう、別にこれ以上も使っているものはない。あれ？おお、ラストでもう1体出ろ、2体出ろ、2体出ろ、さっきの風神大事みたいにもう1体出ろ。あっ、キルちゃんなんか最近重心化して全部出たな。本当にハーメル持ってたし。とりあえずも1体いたらいいっすよね。うん、すごい。1にゃんにゃんなんだかんだじゃあ回収しきった、回収しきったね。まあよく言えばラプが欲しかったかもしれないですね。どうせ出るならね。どうせ出るならラプが欲しかったね。まあ対象じゃないですね。紙吹きか。紙吹きでしたね。100連にしては相当キャラ出てますね。藤井4体持ちになったんだけど1体持ちからまたなんかあるんだけど、ハレルヤの時と同じだわ。はい、終わります。私はさすがにこれ以上引きません。これね、確かにな、これで。あ、1体持ってるんだね。どっちかで1体持ってればいいかなって感じですね。後ろで2体とかが必要なはまり方しない限りはもうこれもまた限定追加されるまで引かなくていい感じしますね。俺は3周遅れしてもよかったんですよ、ワンちゃん今日。いや本当当たり外れ激しいからさ、今もうなんかさ、強いけど使わないがすっげえ多いんだよね。だから背徳もなんだっけ、あいつもう忘れ、すぐ忘れ、獣耳もやっぱキャラスペックとしてはぶっ壊れてるじゃないですか、なんだけどなんかいなくても頑張れるみたいなのが最近限定で多いんだよね。だからニャンニャンも多分そっち側だと思うから、今んとこ、ラプラスみたいに死活問題になりさ、神殿の周回速度が相当変わるみたいな、時間効率めっちゃ変わるみたいなのをちょっと見極めて引いていかないとだよね。なんで100年引いたんだろう。ちょっともうしょうがないですけどね、余っちゃってたんで、はい、というわけなんで、まあ、劇団さんが劇団3月8日まで、あ、違うか、火曜日やめに来てんだっけ、これ。うん、そうそう、あ、そうだよね、今日はもうなんかもう休み長いですね。てか早いなマジで、劇中めちゃくちゃ早いんですけど、意味わかんないっすね。まあ8までやばくない？何年かに1回出る、2チェーンみたいなの来てんのかな、結局前倒しになんかなってる。ホワイトデーガチャでも来んのかな。まあなんで皆さんね、あれ行きました、これ行きました、ね、これ行きました、ありましたね、行きました。いやまあでも、おにゃんこもマジ肉球すごいっすねって人は大丈夫です。で今回もゲームイズアズブスタジオ1からお願いしました。おにゃんこでした。注射。こちらです。お願いします。